よさこいサークル児玉の皆さんです。どうぞ。会場にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。長野県看護大学よさこいサークル児玉です。今年のテーマは夢しるべ、看護学生を題材としています。理想との違いに戸惑いながらも仲間と手を取り合い進んでいく、そんな私たちの姿を描いた作品です。夢に向かい頑張る全ての人へエールを送ります。どうぞ皆さん、手拍子、お心拍子、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、誰しもみんな夢を持つ。あなたの夢は何ですか？悩んで、耐えて、もがいて、踏ん張って、頑張り続けた、振り切り